今回プレイするライブシナリオはクリア率 26% の超難関のこちらのシナリオに挑戦だ。このシナリオ、阪神打線は打順4番からのスタートですね。ここから一気に4点取って逆転サヨナラを決めればクリア、できなきゃ失敗。激ムズですね。全国でたった40人しかクリアできてない理由が分かりましたよ。相手ピッチャーは巨人の新守護神のクックですね。まあ、現在の能力はあんまり高くはないですから、どうでしょうかね。攻略自体は簡単、ただ1イニングで4点取れるかっつったらなかなか厳しいと思う。阪神打線は大山、梅野、中谷、岡は木浪、上本と続くとこでございますね。で、代打の選手も結構いますからね、ベンチには。だからまあ惜しみなく代打要員を使いですね。そしてクリアを目指しましょう。なんとか頑張ろう。まずはファーストチャレンジ行こうぜ。阪神の4番大山でまずは軽く一発打ちゃええねん。でその後のバッターで続けてまた打てば簡単にクリア、まあ、それができてないからあれだけクリア人数が少ないと思うんだけどね。ただ俺はクリアするぞ。あーノ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 ー。このシチュエーションで最もやってはいけないことは併殺だからね。あーやってはいけないことをやるのか。うーん、併殺は回避もただアウトを一つ増やしただけ。ほんで梅野のとこにはこれはもう代打を送った方がいいですね。うん、福留とかもおるんすけど、まあ、この場合福留送るよりか他の選手どうしようかな。北条あたりを送ってみようかな。福留はもっとランナーがいる状況で溜めた状況でやった方がいい。だからまずは溜める作業からだよね。アウト取られずに、どうだ、北条の打球はセンター前に落ちそうだ。あーサードランナーホームに帰れたな今。ちょっともったいなかったような気がする。さあバッターは中谷、ランナーをためろ。あ、これも右中間落ちるやつだ。 OK。 さあ大山のアウトからまさかこんだけつながるとは思わなかったね。この状況でバッター福留を行きましょうよ。言ったでしょ、ランナーがいる状況で一発打てばもうクリアだよ。福留ですね、惜しみなく行こう。レジェンドやね、今季も活躍してる。いつ衰えるんだろうねこの選手は。今や阪神を代表する選手だ。来い来い来い、一発打つ準備はできている。ちょっとスリーボール、わーストライク入れてきてくれ。福留で決めたいね。そう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 、そうやってね次のバッターには回したくはない。きたー、これが最高のクリアじゃないか。フォー、代打逆転サヨナラスリーランホームラン。あれれ、クリア率 26% のたった40人しかクリアできてないシナリオ、ファーストチャレンジで俺クリアしちゃったよ。マジかなんか淡白にこの動画終了となりそうですね。このシナリオ9回を振り返っていくと、先頭バッターの糸井が出塁して、でプレイヤーが操作するのは大山のところからね。その大山でセカンドゴロ打った時は無理かなと思ったんですが、その後の北条、中谷で極めつけには福留のスリーランホームランで決着。でメダルの色は金メダルか。まあクリアはクリアですけども、いやできればレインボーメダルが取りたかったのでね、これはどうしようかな。このまま終わるにはあまりにも味気なさすぎるので、次はレインボーメダル獲得を目指しやっていこうかしらね。大山から始まるところ、これね盗塁とかも仕掛けた方がいいと思うんだよな。そういうところでポイントを稼いでいかないとね。ただホームラン打つだけじゃダメなんだ。ただもちろん警戒してくるから注意は必要。ゴー、どうだ、糸井はナイス。キャッチャーは小林なんですけどもね、ただ糸井の足、盗塁技術を考えれば簡単に決めれるわ。でクイック F だからね、だからもう積極的に盗塁仕掛けた方がいいですよ、ランナーが出たらね惜しみなく。ボール3、おい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 、どうなのこれ。1球入りましたね。ビビってる大山に対して。これも外れてフォアボール。さあ大山ダイソーを送りましょう、ここは足の速い上田、盗塁能力もありますからね。ダブルスチールなんて仕掛けるも吉田が、まあアウトになったら元も子もないんでね。ほんでここも、梅野に対しての代打で、どうだろう鳥谷、いや、併殺持ちだからやめとこう。あ、北条も併殺持ちかい。
どうしよう、エゴシー送ってみ、あ、ナバロの方がいいかも。あ、ナバロも必殺持ってる。どんなチームやねお前よ。ベンチにいる人間みんな赤徳持ってんじゃねえかよ。エゴシーで行くわ、ロマンがあるからね。いつまでもロマンしかないですけどもね、この選手は。ただロマンの塊のエゴシーで打つ。ちょっと待てよ、強振だ最後まで。うわー、ファールチップの三振、一番最悪のやつじゃないですか。つなげようよ、盗塁したいんですけども、このシチュエーション続けて打った方がいいわな、とりあえずは。でランナー貯めたホームラン打てばどうだろう、盗塁のポイントとかもあるし、次は取れたりするんじゃない。はい、オッケー、抜けていく、マジか。さあランナー満塁でまたもや代打を送って福留でいきましょうかね。そして決めればレインボー取れるんじゃないかな。ただ運よく決めれるかどうか分かんないけどもね。さあ来い、あ、福留も併殺持ちなんだ、厄介やな。さっきみたいに打てねえぞこれじゃ。どうだどうだどうだ、落ちないね。いやもうランナーまだ貯めとくわ。ここでバッターは木浪。いや木浪で打つのいいじゃないですか、対菅野キラーでね。めちゃくちゃ菅野から打ってる、菅野打てるんならクックも打てるでしょう。どうだ、打ち上げて、これは凡退に終わりそうだな、残念。レインボーメダルをかけたファーストチャレンジだったんですが、クリアそのものもできず、まず盗塁成功。さあこっからだ、あーデッドボール。まあ出塁という意味ではいいのかもしれないですけども、痛い思いはしたくはなかったですね。英語詞を送りましょう。ここは盗塁はいらないね、つなげていくところ。梅野でいいかな、やっぱベンチにいる人間は併殺持ちが多すぎる。梅野の方がまだマシだと思えるから、ここもつなげてだよ。どうだ、よしよしよし、つなげた、ランナー満塁。もう一発出ればさよならのシチュエーションになりましたけどもね。ただそれじゃあなんか、ね、淡白すぎてレインボーは取れなさそうだな。ここはもっとつなげていこう。打点とかもね、もっと稼いでおいた方がいいと思う、打点や盗塁とかで。わあ、中谷に対しては2球で追い込んできやがった、マジで。危ない危ない、見遅れてるよ、なんとかね。勝った、スライダーだった。もうちょっと今まで投げてなかった球種ここで投げんない、解禁すな。ヨーカーの打球はフェアゾーンに落ちた、オッケー、いいねいいね、それいいね。これで点差はあとは1点差で、木浪のところで、待て待て、ヨーカーに対してのダイソーでここで上田をいきますわ、で盗塁も仕掛ける。あ、今行ってもよ、あ、今完璧に行ってもよかった、ゴー、よしよしよし、これは決まったね、エース。さあランナー二塁三塁だよ、ここで、あ、ちょっと待て、木浪の打球は、あ、タッチアップで同点には追いつけた。さよならを決めないとダメだからな、あと1点。上本に対する代打でここで福留でいきましょう。1番はホームランで決めることですね。まあでもどうだろう、盗塁とかのポイントもあるからね、ホームランじゃなくてももうレインボーメダル取れるとこまで来てるかもしれない。どうだどうだ、前進守備もあるので超えた、オッケー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 。あー、でもどうだろうな、やっぱホームランがない分この連打連打ではあんまりいい評価をされないと思うんだけどな。これもこれで美しい形ではあるんだけどもね、ポイントという部分ではさっきよりも少ないかもしれない。ほらね、先よりも圧倒的に少ないですからね。やっぱホームラン打たんとな、盗塁とかあんま評価されてないですから、もっと盗塁評価してくれよ。なんで100ポイントっていうの少なすぎるだろう、まあ、さっきはねホームラン打っていたのでああいうポイントを稼げたわけですよ。だからホームラン打ちつつ盗塁も決めたり、細かい部分でいろいろとしたりとかねしていくことがいいんじゃないかな。いやこれで銀はきついな、まあ、ちょっとまだ頑張ってみたいと思うわ。目的はもうクリアというので果たしてるんでね、ゴールはしてるんですよこの動画はね。ただやっぱりレインボーを取ってなおかつそれが一番いいことだと思うので、もう少し頑張りたいと思います、できる限りね。ただ人生時には諦めが必要ですから、うん、諦める時は俺さっぱり諦める人間ですよ。ただ
今は諦める時ではないね。もう一度チャレンジ、ゴー。盗塁はアウトか。もうここまで100発100中で決めてたのに、もうええわ。これも途中でシナリオをやり直すことはできないんでね、なんかできないんで、ずっとできないんでね、なんでかわからんけど、需要ありまくりだと思うんですけどもね、一つのボタンを押すだけでシナリオ最初からやり直しってめちゃくちゃあると思うんですけど、需要あるボタンを作らないので、まあこうやってわざとアウトになるしかないんです。このシナリオをクリアするためにはまず糸井の盗塁を決めないとね。あれ失敗した時点でやり直すよ。牽制もしつこいくらい来るからね。しっかりと見極めてゴー。わあ、これもちょっと、あーよかった、外してきてたからね、アウトになるかなと思ったんだけど、セーフでしたわ。さあ2ボール、繋いで、いやー進塁打とかいらへんのや、この現場で全く評価されへんから。梅野に対して代打バッター誰でいこう、もう鳥谷、ここでまた使うわ。ここも繋げるんだよ、ギヒとかそんなんいらへんから。ギヒにすらならねえクソみてえな凡退だ。もう引退の時来てるんじゃないですかね。あんたレジェンドやで、あんたレジェンド、誰もが認めるレジェンド。しかしな、ここ最近ね、あまりにもひどすぎねえかこのゲームでもな。まあ、こういう言い方はよろしくないのかもしれないけども、晩節を怪我してるという見方されてもおかしくないよこれではね。あ、中谷のホームラン、鳥谷が繋いでおけばこれがスリーランになっていた可能性もあるね。ホームランは一番評価されるのでこれはいいことですよ。ただ2アウトから残す2点を取れるかっつったらそれが難しいんだけどね。まあなんとか繋いでいくしかないわな。ヨーカーの打球も落ちる。さあ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 、これバッター福留送って、それホームランでいいんじゃないですか。木南のとこ代打、それが一番いいシナリオのクリアだと僕は思いますけど、行こう。もう盗塁とかしないね、余計なアウトは避けたい。福留で決めるんだぞ。ボール3、勘弁しろお前、さっきもあったろこれ。うまく打ってヒットにはなったが、がだよね。ホームランではない、次のバッターで打たなきゃダメか。バッターは上本、いや上本は意外な長打力もある選手だからね、代打とかはいらないかな。まあどうしよう、あでもチャンスに弱かったりするから、どうだろう、チャンス系の特殊能力持っているのはいないのか。ナバーロチャンスに強いですからね、プルヒッター持ちでもある。で、北条もチャンスに強いじゃないですか。逆境丸もあるしね。ああ、ならこれはもう迷いなく北条ですね。併殺もこのシチュエーションだと働かないから。うん。北条で行く。かなりホームラン打ちやすい状況よ。決めるのはホームラン。それじゃないとダメだ。うわー、仕留めたい一球だった。もったいねえ。はい、打ち損じた。もう、ここで打っときゃクリアだったのによ。もったいねえ。確実にレインボー取れちゃったと思うよ。中谷のホームランプラスここで北条の一撃があればね。なかったのでこういうこと。もう残すチャンスはあと3回とさせてください。その中でレインボー取れ、メダルを取れなかったらもう今回は諦める。やっぱゴールはしてるんでね、どこか達成感に包まれてる俺もいるんで、あと3回のチャレンジをひたすら頑張ってみたいと思います。ゴールよし。うん、で送球はそれて、危なかったね。それなきゃタイミング的にアウトだよ。でこれ大山で一撃を狙いましょう。やっぱ生え抜きの4番、矢野監督が求めてるのは一撃なはずだが、あと一歩届かない。ほんとただっぴろいこの球場で阪神打線でホームラン打つっていうのは激ムズやね。狭めりゃええの、賢くはないよね。でバッター鳥谷、やっぱりアンターで打ってなおかつレインボーメダル取るのが一番いいと思うので、ここは鳥谷でつなげることに成功。まだ終わらせねえぞ鳥谷のライフ、まだ続かせれるぞ鳥谷のライフ。行こう、もうあとはひたすらホームランを狙うだけだ。ふぅ、ちょっとこの V スラー打ちに行くべきではないぞ。しっかりと見極めよう。苦しいよな、やっぱ追い込まれたら全力来るだろうし。あー、また V スラ打ちに行ってるが、徹底的にカットカット、このカットの先に何がある。
はい、内村寺、これ併殺打のパターンちゃうの？はい、残す3回のまず1回目のチャレンジ、このような形で終了。僕はこの先にレインボーメダルがあるなんて思わないけど、残す2回やっていきましょう。まずは糸井で盗塁を決めるところは変わってないからね。作業的に2回牽制を入れてくる。その後はこうやって勝負をしてくれるので、アウト前、ちょ、これノーカウントとさせてください。これはあかん。いや、いけると思ったんだけど、ちょっとスタート遅かったな今のはね。さあ、もう一度やり直しっすよ。危ない、今ボタン押しかけたわ。ゴー、これもパーフェクトだ。あ、よいよいよ。さあ、ここからこのシナリオは開始ですからね。残す2回のチャレンジが始まります。まずは大山生え抜きの4番で打つことだが、さすがに3投まではせんよ。この V スラはもうどのカウントであれど無視だな。打ちに行ってるようじゃヒットにもならんし、ホームランにもならん。あれは諦めろ。諦めろと言ったそばから打ちに行って、クソみてえな外野フライ。何にもならねえやつやな。ワンアウト。ただアウトカウントを一つ増やして、梅野に対して代打で鳥谷。まあ、さっきと同じパターンですね。鳥谷でつなげること。さっきはつなげられた、今回はどうだ。おっしゃー、また同じようなヒットで1点返した。問題ここからですよ。さっきどういう形で終わったっけ、思い出さない。打つ、集中。中谷でつなぐ、もしくはホームランを打つ、ただそれだけだ。その中谷でクソみてえな凡退で2アウト。バッター陽川、このまま行きます。福留はこの後だ。うわー、陽川でつなげられずアウト。もさあ、残すチャレンジ、この動画あと1回ということになりました。その中でクリアをし、レインボーメダル獲得なるか、なるかなるか、頑張るわ。 まずは盗塁を決めるところからね。もう大抵パターンとしては3回はないと思ってたんだけどね。ないと思ってたというか、実際なかったんだよ。まあ、もうこれまたまたやり直しですよ。ゴー、これはカッパービット。よし、シナリオ開始です。残す1回のチャレンジ、始まり。二塁に行っても牽制されまくるんかい。打っとけよかった、しまった、もったいね。ファル、小林、エンターテイメント、ふざけんなよ。それ取ったらブチ切れる。それは取らなくていい、考えろ、球場の雰囲気考えろ。入ってる、生え抜きの4番がクソみてえな見逃しで、まず三振。最後のチャレンジだっつってんのね。あれ、4番の阪神はやっぱ今季も地獄やね。分かった、オッケー、理解した。地獄やね、冷めた目で地獄やねって今言ってるよ。鳥谷が大山の分を返してくれたらいいんだけど、つなげることだ、つなげなきゃ何も始まらない。つなげたら物語は始まりを告げるんだけど、2アウト。あと1つのアウトで野球は終了する。バッター中谷、ファイナルチャレンジだよ。淡白に終わるの、終わらせない。いいぞ、フォアボールだっていいんだからね、もちろんね、つなげることが大切。はい、その流れでこのクソみてえなセカンドゴロで最後のチャレンジ終了です。なんか残念な雰囲気のまんまこの動画を終えようとしてますけど、待ってくれ、俺はクリアはしているんだからね。レインボーメダルが取れなかったってだけの話ですから、まあ、取れれば一番良かったんですけどもね、ただクリアすることができて本当に良かったです。ファーストチャレンジでまさかできると思わなかったですけどもね、なかなか難しいシナリオで、今151人のプレイヤー僕含めてチャレンジしてますが、41人しか全国でまだクリアしてる人がいないんですからね。
かなり難しいシナリオということはわかるでしょ。ぜひね、今回見てくださった視聴者の方もこのシナリオを挑戦してみてください。俺のように1回目でクリアできたらそれはすごいことだけど、おそらく無理だと思うよ。今回はこれにて終わりです。次回また別のライブシナリオプレイ予定、お楽しみに。グググググ、バイ、またもん。